人だから介護のない女子は出すんじゃありません。忙しい中時間を割いて、そして月曜から金曜まで超忙しい超ハードな毎日を送って、土日やったら集めてからと思ったんだけど、日曜日わざわざ使ってオフストレをするために働かせていただいております。いろいろな意見があることは結構なんですけど、原子力発電所考えるのも嫌だね、それが問題だと僕思うんですよ。ここに集まってる人たちも考えないことが一番問題だと思うんです。で、僕たちはとりあえず原子力発電所なくしてほしいと思ってます。なくしてほしい、もちろん一番の理由は危ないからですね。全く何不自由なく電気が来ている、必要なくて危ないって言ったらこんなのに